坂井流星騎手、あまりにもセンシティブ、に対する視聴者の反応集。看護師っぽくないインナー着てるの初めて見た。レース見れないけど頑張ってね。え？言いたいことはわかるが普段のインナー看護師呼ばわりでくさ。看護師を知らない人へ。右にいる大魔人は気にしないでください。このパイで気にしない方が無理だろ。左から順に看護師アスリート大魔人。大魔人のこと川田優雅っていうのやめろよ。二次元ならドスケベインナーでトレンド入るやつじゃん。単なるスポーツインナーなのはわかってるんだけどそれはそれとしてドスケベ。まずいですよ、この優勢はセンシティブすぎます。優勢のファッション、川田に侵食される。爽やかイケメンがスケベになっちゃった。センシティブじゃない？これがカヤタの好きな乳首か。小牧ジュニアとかいう大抵の優勢スレで召喚される男。流星の乳首について人類で初めて言及した人だから仕方ない。大魔人。大魔人は伝染する？ジョッキーは本質的に大魔人。どっちも目元涼やかなイケメンだから先輩からの継承だよ。こうやって見ると川田とは全然体型違うな。身長10センチ以上違うし体重の中で筋肉に割ける分はかなり違うと思われる。カバーとかないんですか？それともつけててこれなのか？この機種。スケベすぎる。多分川田や坂井に限らず機種がこういうインナーを着るのは普通なんだろうけど、透けてることに意味はあるのか。通気性が良いとやっぱり違うんかね。サウジではお国柄に配慮して看護師インナーだった可能性。それだと川田がサウジでも遠慮しなかった節操なしみたいになるでしょうが。不思議だな。同じ男なのにドキドキムズムズする。大手大学病院リハビリセンター勤め、おばあちゃんたちに人気の爽やか看護師青年の裏の顔。表の顔が看護師で裏の顔は大魔人ってもうそういうそれの設定でしかないのよ。マラソン用のウェアとかは乳首が擦れても痛くないような生地でできてるみたいだし、そういう素材なんじゃない知らんけど。スタローちゃん早く来い。君もこの写真を見れば小牧ジュニアの乳首マウントに勝てるようになるぞ。かやたにはまだ、お泊まりして朝一緒にトレセン行く、という切り札が残っています。乳首マウントは序章に過ぎなかったのか。帰りは家まで送る、までがセットだぞ。体重調整に苦労したことない優勢を幸せ太りさせたも追加で。恐怖、ソースは本人。上になんか着るの前提のインナーなのかな。川田のやつは、腕ムキムキすぎて腕まで入る服少ないんだろうな、と思ったけど優勢もそうなんか。優雅はオーダーメイドじゃないと服のサイズ合わないみたいなことどっかで言ってて、そりゃあの身長であんなに筋肉あってパイオツもでかかったら合う服ないやろなって思ったわ。最近だと次女の記念トークイベでそう話してたね。その日着てた服もオーダーメイドだったそうで。インナー作ってる側もまさか乳首スケスケの状態で写真に写る人なんかいると思わないでしょ。インナーは悪くない、乳首が悪い。乳首、